ますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。猫でも叩けるドラム講座。皆さんご機嫌いかがでしょうか。菅沼光三です。今日の猫ドラ冒頭に登場していただいたにゃんこはデルタロケッツの草刈浩二君、草尾さんちのにゃんこロクちゃんです。草尾さん、あのサヤネーヤスーパーフライをやっておりますギタリストなんですけど、ありがとうございます。皆さん拍手ということで、肉球があっても叩ける。前回ちょっとまた真面目にパラディドル系をやっちゃいましたんでですね、ちょっと派手ですぐにできること、よく質問があるのがね、スティック回しなんですよね。スティック回しできるんだけどどういうタイミングでやっていいかわからないみたいなね。まあまず回せなきゃしょうがないんで、一般的にこの親指じゃねえ人差し指と中指の間、このピースの位置にスティック入れますよね。でこれで後ろ回しの人結構多いですね。後ろ回しはこのチップ見てください。これ体の方に迫ってきます。これをアウトワードトリルって呼んでますね。でその逆に前回しはこのチップ見てくださいね。前に行って後ろから、これをインワードトリルというんですね。でこれ回ってるようで実はムニュムニュムニュってやってるだけなんですよ、ピースの位置でね。上手くなったらあんまり動かさなくても回るようになるんですが、まあこれスローモーションでやるのが一番だと思いますんで、まずですね後ろ回しいきましょうね。一般的なんでこのチップを自分の方に来る、そしてこの前腕部ギリギリのところを通って手のひらが上になります。そこからキャッチで天井刺して一回やめる、最初の位置にこう自分の方に来るキャッチですね。これをスローモーションで、でここの時に前腕部から遠いとですね、あんまり回ってない、かっちょ悪いんですよ。あんま回ってないやんかみたいな、この前腕部ギリギリで行ってると、あ回ってるなっていう感じで、まあ前回しもやっていきましょう。このチップ前回しは前に来る手のひら上でキャッチですね。やっぱり一回キャッチで止めると後々使いやすいんで、できてしまえば連続して回します。いいですか。これを朝起きたら後ろ回し10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、前回し10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、ね、まあ回らなきゃできないんで、でもこれ我々音楽家ですんで音出てません。音を出した時に回らんとダメなの で、まあ後ろ回しアウトワードですね。左手も叩いてみましょう。チッチッチッ、今度でね、分かりやすくこう一番上に来た時に音を出すと使いやすいです。1、2、3、これどこかっていうね。で、初心者の方、まずじゃあ四分音符を左手で叩きながら、右手で叩きながら、これができれば、そうですね、1打ずつできれば一番使いやすいですね。前回しはこれなんかパラディドルの練習でやってしてましたね。あのでも前回しだとそのままシンバル打てます。後ろ回しだと一回戻る入るっていうね、これは知っといたらいいですね。で、今こう表にやりましたが、どこで入れるか、
これ実際まあパターン上で使えなきゃしょうがないんで、あのありがちなウッチタッチウッチタッチ、このウッチタッチの最後のノートをですね左手にする、これを練習します。これなんで左にしたかというと、クラッ、ワン、ツー、スリー、クラッ、スリー、クラッ、このさっき練習しましたインテンポでこれですね、これができると、裏ですね、1,2,3,4 クロッで、これ2拍目の裏にやれば2回回せますね。ワン、これ1小節今2回回ってます。もっと回したいやんけって時に、じゃあどっちで始まりの1拍目の裏に左回しちゃいますね。でね、これスネアのバックビートまだ難しいので4回回したい場合は、こう順番にワン、これを手でやると、これバックビート入れたバージョンですね。こうやってまあ増やしていきます。で、同じ手何回も回すの意外と楽なんで、2回ずつとか楽ですよ。例えば、これ2拍分休憩できるんで、2回転ずつ回してみるとかね。こういうスティック回しですね。あとまあ、あの例えばこれザック・ボンドさんよくやってましたが、バスドラで3連つける、このようにねつけていくみたいな。これでも結構高速で回すの大変ですね。で、あの僕なんか立ち位置位置って裏打ちの、この裏打ち同好会の時にこれ左手でフォローしてます。回す時は左手でやってるんですね。で、両手回したかったら、のように裏打ちしながら回すというんですね。スティック回し、今日はスティック回しに特化したレッスンでした。ありがとうございました。